皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球知恵袋をよろしくお願いします。本日のテーマはバックが振れなくて悩んでいる方の傾向についてやっていこうかなと思います。これは初心者、中級者の方対象でぜひ見てもらいたいんですが、まあ、あのバックハンドが苦手な選手っていうのは結構多いかなと思います。でよく私が経験その各地回ってて思うのが、バック対バックのワンコースではドライブ、プッシュ、ブロックなどバックハンド普通に振れる選手多いです。すごく綺麗に振っている。でもオールになった時、試合になった時にどうしてもバックがちょっと振れない、ちょっと下手になってしまう、ちょっとミスしてしまうっていう方が非常に多い傾向がありました。でよくそういう悩みを聞いていたのですが、実はこのバックハンドはワンコースでは入るけどオールになった時とか試合で入れない時の原因っていうのが一つあります。でこれは皆さん結構チェックしてもらいたいんですが、実はこの振り方にはそんなに問題はないです。バックハンドの振り方がどうのこうのってのよくあるんですが、まあ、ワンコースでバックハンドが打てる時点で、まあ、振り方はそんなに問題ない形です。でなぜ振れないかと言いますと、ちょっと見落としがちなのが、実際試合中ってバックハンドを振らない選手の傾向としては、あと攻撃する手段としてはやっぱりフォアハンドに偏る傾向があります。なのでフォア重視の卓球をやっているという形です。でフォア重視をやっている中でバックハンドができない。でこの時に重大なポイントとしては、この肩の周りと体の姿勢に問題があります。で実はフォアハンド重視の方の傾向としては、フォアドライブを打つときに結構左肩がこう入る傾向にあります。グッと、まあこうグッと左肩入るとフォアハンドすごい打ちやすいんですが、こうすると実は左肩がこう入ってます。でこの状態でとっさにバックにボールが来たときに、ラケット出すときバックハンド皆さんどうしますか？こう左肩にやっぱバックハンドこう出すときちょっと当たってしまいますよね。なので試合中は実際こうフォアハンド打っててバック苦手な人はこういう風になる方が多いです。もう左肩から右肩にこう変えてバックハンド打つっていう方が多いです。こうするとやっぱり肩の、ま、こう一回一回回さなくちゃいけないので非常に切り替えが遅い形です。こういう方は結構ワンコースで打つ分には打ててしまいます。バックハンドでワンコースではもう肩の入れ替えができている状態なので打てる打てる打てる。でもオールになった時はフォアハンド重視のため左肩が出て打つ。でバック来た時うこう詰まって、でちょっとか一度変えて打つっていう風にしてしまうために間に合わない。だからバックが振れないっていう形になります。だから練習中は振れるけど試合で振れない方っていうのはこういう傾向が非常にあります。この時にどうやったらバックハンドもスムーズに振れるようになるかといいますと、この左肩もう引いてください。で、できるだけ体を正面向けてフォアドライブを打つようにしてください。そうするとこういう感じで体を正面向きながらフォアドライブ、これ威力落ちるんじゃないかって思う方いると思うんですが、実はこうやって左肩入れる時よりも打点が体の前にちゃんと取られます。なので打点速くなるんで、ボール自体速くなります。だから速い打点で取られて、しかもこうフォアハンドでドライブって言って急にバック来た時で、その時に左肩邪魔しないんでパッと出ますよね。でバックハンド触れちゃうっていう形になります。これは練習でワンコースで打ってる時の点、その体の姿勢非常に似たものがあるので、だから体を正面向けてフォアドライブでとっさにバック来てもパッと触れる形です。これだいぶ大きいですね。これ左肩入ってるとうってこう邪魔して切り替え遅くなってしまうので、できるだけ体を正面に向けたままフォアハンドバックハンドを試合中もやるよう心がけてください。そうするとバックが振れないって悩んでいる方は一気にバックが改革ドーンと打てるようになります。でしかもフォアハンドの打点もこの高い位置で速い位置で捉えれるので、なおさらフォアのボールの威力っていうのも上がる形です。ぜひこの体を正面に向けるっていう、今卓球は世界的に速い卓球が流行っているので、昔は結構こうやって肩入ってこうやって打ち合ってたフォアハンド重視のスタイルだったんですけど、今もう体みんな正面向いてこうやって両ハンド振ってるんで、こっちの方がやっぱ切り替えとかもすごいやりやすいんで、
ぜひ皆さん、あのバックが触れない方は体を正面に向けて両ハンドっていう風にやってみると大きく変わるんで、バック触れるようになります。ぜひちょっとこのやり方トライしてみてください。ではまずは悪い例ですね。左肩入ってバックが触れないっていうところをちょっと見てください。反応今度はあの体を正面に向けた状態でフォアハンド打っている最中にバックハンド振ります。